Wi-Fi ルーターを忘れただけでした。だから多分これで大丈夫だと思います。それでは続きですね。製材師ネロシーこれを解体し、ここら辺見てペラ、もう一回ありますね。ここに、これ持ってあれするのはちょっと、ちょっとライトがないかな。このライト使えないかな。あれ？あ、ライトダメなんですね。こういう時は。使わないんだ。もうだから真っ暗で、あれですね。あれ持ってくればよかったな。まあいいか。ここから持ってみよう。切っても切ってありますね。この岩。これがピラミッド。登れるんですね。登れるというか、ここまでが、ここは頂上なわけか。
だから途中入り口みたいなのがあるんだろうね。じゃあピラミッド、ああ乗ってみますと、これもしかしたらただの修験僧のあれじゃないだろうね。これが方位を示す石と、方位石、違う、太陽石、違う、今ピラミッドの頂上、これが本物かどうかは皆さんの判断次第っていうか、あどうだろうね。あ、キノコがなってる、かわいいキノコ、はい、日本最古のピラミッド、はい、できました。はい。こういうふうになってるよっていうピラミッド入り口。まあ、ここ。さっきはここですね、キリストのお墓。で、この三御嶽神社か、そうそう、三号じゃなくて御嶽神社、あれこっちにもあるんだ。御嶽っていうのがキリストの、まあ信仰のお寺になってます。あ、神社に、だから御嶽っていうとなんか、うん、なんだろうなと思うけれども、実はキリスト信仰の神社だったっていうのは、徳島でも分かってます。だから、うん、そういう意味でまあ御嶽神社のヘブライ、これは符合してますね。だからある意味で限りなく真実に近いなっていうのは分かります。ただ実際にこのキリストの骨が埋まっているかどうかは分かりませんね。で
で今見たところは、強石？強石なんて、なんか書いてあったっけ？太陽石とか方位石、星座石は見た。まっすぐ行ってで左に回って最後のところ、うん、どういうこと、太陽石から左回り込んで、ずっと左回り、うん、どこだったんだろう、宝石の案内あった？これじゃないかな。鏡の石、これか、これしかないよな。ぐるっと回ってって、うん、ないもんね。順路ってなんかあるのかもね。あれ途中でやめちゃったけども、あれは下に下るだけじゃないっていうことか。これかね。ああ、順路。順路があっち。ああ、かなり下るんだ。ああ、ありました。これか。直立し、表面に文字が彫刻されてあったと伝えられる。地震で倒れ摩擦しちゃったっていう。そうか、それでね、あとは光り輝く鏡の石があったとか。あ、本当だ、立ってた感じですね。
かなり下の方まで、まあ、行かないと業績はない。はい、戻りました。木のキノコ、ああまあ、さっき見てたのこれですね。まあ食べられないだろうね。キノコじゃない？硬いね。じゃあ、よいしょ。はい、じゃあ、今日はこの辺で終わります。どこへこれから、環状列石も見たりしないとね。三大丸山とか縄文の最も古い古墳とか環状列石、そこですけどね。今夜の宿はどうするか、またこの後決めます。じゃらんで決めるしかないよな。はい、あとはい、はい、もう終わります。